三松駅は、福井県大井郡高浜町東三松にある、西日本旅客鉄道オーバーマ線の駅である。鶴ヶ方面に向かって、左側に短式ホーム一面一線を有する地上駅。定期列車は各駅に停車するため全て停車するが、臨時列車は通過となる場合もある。駅舎は電化後の2005年3月にラ、ラポルト三松という名の薄い茶色を基調としたものに、 改築され、スロープなど、バリアフリー設備も整った。一方で、駅舎には、窓口や自動券売機がなく待合室程度の機能に、過ぎず、開業時から変わらず、無人駅となっている。駅名は、駅所在地に3本の松があったことにちなんでいる。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は103人で、ある。 近年の1日平均乗車人員は以下の通り、京都交通の東三つ松停留所が国道27号線上に設置されている。ABC 朝日2010、P11、ABCDEF 川島2011、P56、ABCD 朝日2012、P27、川島2011、P35、ABC 崎佐伯、新駅舎、旧駅舎、 イカロス出版、2019年6月30日、95ページ。ISBN 978から4から802207256。福井県統計年間、8、駅別 JR 価格輸送状況。福井県、2021年3月29日閲覧。ありがとうございます。